コンビニ弁当買わないっすねコンビニ弁当コンビニ弁当最近全然買ってないなコンビニで食わなくなりましたね昔はカップラーメン3食だったんですけどねカップラーメン3食とかコンビニとかだったんですけどうんまああのコンビニあのカップラーメン3食食べた結果とかにしときましょうか 僕はね、カップラーメン3食食べた結果、ライブ中にあのうんこを漏らしましたね。なんかもう、お腹がゆるゆるになっちゃって、1ヶ月ぐらいずっとやってたんですよ。でライブ中にね、ブリ、ブリっていうか、もう出そうですねもう。すいません、もうちょっと出るんで、ちょっとトイレ行ってきますっ,つってね。で、トイレ行って、間に合わないっていうか、もう、トランクスにびちょびちょについちゃって、もう本当すごいですね。まあ、朝からすいませんけど。<laughs> まあ、そりゃそうですよね。カップラーメンって、なんかあの、胃の、あの、もう、もうそもそもぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。うん。もちろん、いろんなものを食べても、まあ、か、噛んで <laughs>、砕かれるんであれですけど、やっぱね、カップラーメン3食はね、きついっすね。<laughs> 1ヶ月ぐらい、もうやめた方がいいですよ。本当に。あれは、マジやばいです。さすがに。うん。そっからほとんどカップラーメンは、そんなに、まあ、ちょっと恐怖症になりまして、 あんま食べないようにして今,今はなんかもう食べてないですけどねたまーに食べますけどねたまーにうーん, <laughs> うーんだからなんだろうなバランスバ,バ,ランバランス結構大事かもしれないですねだから一郎もカレー毎日食うよみたいに言ってるんだけど,けどもじゃあそのカレーしか食べてないのかって話で カレー以外も食べてるわけですよ。多分。てか、そうですよね。カレー食べるけど、いや、それ以外も食べてますよね。多分。さすがに、カレーしか毎日っていうことはないと思うんで、いろんなの食べてると思いますけど、うんバランスよく食べた方がいい。バランスよくというか、なんだろうな。うん。まあ、適度にですね。適度に。 まあ多分し、生きてはいけると思うんですよ。生きてはいけると思うけど、体調の問題ですね。まあ体調が良ければいいんじゃないですか。うん。でもカップラーメン3食1ヶ月はね、僕の実体験からお伝えするとやめた方がいいですね。うん。まあでもそれを耐えられる体のを思ってる人もいるかもしれないですけどね。うん。ほんとカップラーメンしか食ってなかったんで。そう。まあここから、まあ何が言いたいのかっていうと、 自分の体験を話せってことですね,ね。自分の体験を話すっていう。まあよくね、発信できませんとかネタがありませんとかあるじゃないですか。なんか体験したことあるじゃないですか。まあ今回のテーマはね、そのカップラーメンをね、た1ヶ月食べた、食べたみたいな話なんだけども、久保さんもウグイスパンを食べた体験、まあそのままね、 あの撮影してアップしたりとかしてますけど、まあ、とりあえず、まあ、それで商品売っていくのはね、ちょっと上級者じゃないと、それで、それでね、うぐいスパンをうう、うぐいスパンを食いながら集客して、即下塾を売るっていうのは、これはね、上級ですよ。これは普通の一般の初心者は無理なんで、無理なんで、無理です。うぐいスパンを食ってね、塾売るとかね、まず無理です。この一般の人には。これ、生き切った人じゃない、できない技なんで。ただ、 発信に慣れるっていうことは結構大事なんでだから発信に慣れてからじゃあ慣れたからじゃあもうしっかりと入り口と出口一緒にして看板自分はこういう看板を掲げて名刺掲げてやっていくっていうことをやった方がいいと思いますけどねいってらっしゃい。